青コーナーより選手入場。赤コーナーより三沢ミクサル入場。頑張れミサワ、シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーオリジナルレスラー、ガンガンいけ、頑張れ、いけよ。赤コーナー185cm 110kg、ミサワン、ミサワン、ミサワン、和田恭平。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ハンマーを振りかざします。掴んだ、エルボー、あっとエルボー、掴みます、エルボーを入れていきます。グーを打ち込みます。ヨーロピアンエルボー、組みに行きます。ロープに振った、キックを打っていきます。勝ち上げ式で打ってまいります。ロックアップ、ロープに飛ばした、行くのか、逆に投げてまいります。そのまま固めます。肩が上がります。組み合います。ロープに振って行くのか、バックに回ります。こういうペースの持っていき方うまいですよね。これで完全にペースを持っていきたいところですよね。うん、チェンジオブペースといったところですね。意地を打ち込んでまいります。ロックアップ、バックを取ります。社長兼レスラーとして箱舟の舵を握ってまいります、三沢光晴。航路の先には世界を見据え、ノアの王国を全世界に広めたいと考える船長三沢。
さあその夢に向け今日も右肘で面かじいっぱいです。打撃技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね、おなじみのポーズです。あっと、エルボー掴みます。肘を打ち込んで参ります。ガードします。このポーズです。フロントからのキック、走り込んだのエルボー、空中戦を狙いそうだ。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。あー、いやらしい攻撃だ。強烈に入りましたよ。骨が岸も落とすら聞こえてまいります。あっ、逆にパンチ、ロープに振った、ショルダータックル、投げ倒し、一気にスパークするのか。抱えた、フロントからのスープレックス、トップロープを狙う、バルト、ミサイルキック、抱き起こす、エルボー強烈、抑え込んで、カウント2.98、ピッコルヒャー、あっと返した、うまく切り返した、掴んだ、あっと逆に蹴っていった、抜くのか、タイガードライバー、ロープブレイク、DDT 前頭を突き刺さった、肉体を躍動させる、腕をフックした、リバースで返した、見栄を切った、張り手、頭を掴んでエルボーを打ち込む、抱えた、バックに回った、エルボーで切り返す、一気に行くのか、 DDT 首根っこがへし曲がった、一気にスパークするのか、ブロックした、このポーズ、組み合った、ロープに飛ばした、見栄を切った、起こした、いけるか、逆に返した、スピンエルボー、立たせていく、させません、ランニングダックブリカードロップ、このポーズ、ストッピング、このポーズ、引き起こす、一気にいくのか、腰に手を回した、顔面を捉えた、あっとパンチ、組み合った、ロープに振って、あっとエルボー、湧いてこい俺の力、引き起こす、引っこ抜きか、あっと逆に返した、そのまま足を取った、岩壁の母の胸に抱かれました、首根っこを掴んだ、ラフに転じる、いけるか、ロープに振った、あっとネックブリーカードロップ、見栄を切った、全体重を乗せたエルボー、ガチッと組み合った、ロープに振って、ブロッキー状況か、組み合った、ロープに飛ばした、エルボー、さあ渾身の力で締め上げる、完全に入ってますよ、腕をフックした、今頭打ったんじゃない、